たの？公園の方にいたよ。ついたよ。あずさ、聞いて。この前も言ったけど、もう4人では暮らせないの。でも、いつでも会いに来ていいんだからね。何かあったらすぐに連絡ちょうだい。もう会えなくなるわけじゃないんだから。ごめんね、あずさ。こんなことになって。お母さんも苦しいの。ごめんね。ごめんね、あずさ。あずさ、ごめん。いただきます。カズさん、明日学校休んでいいぞ。ちゃんと行く。そうか。